れもないし。お疲れ様です。お疲れ様でした。お元気でしたか。元気でした。お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。開き始めた扉。1年4ヶ月ぶりの日朝協議再開。北朝鮮に眠る日本人遺骨問題がようやく動き出しました。その一方、存在すら触れられることのない遺骨が日本に眠っています。北朝鮮へ帰れぬ遺骨です。1年4ヶ月後というのは短いと思えば短くなるし、東京祐天寺、こちらには朝鮮半島北部現在の北朝鮮出身者の遺骨が425人分納められています。こちらがその一人、キム・ジョンピョさん。戦前、朝鮮半島から渡り、日本陸軍に配属。1944年、戦地で死亡しました。彼の遺骨は、北朝鮮の遺族に渡されることなく、この場所に眠ったままです。そして、こちらが北朝鮮に住む息子のキム・ウォンギョンさん。彼は父親の遺骨に会いたいと、来日を強く希望しています。しかし、日本政府が入国を拒否、その願いは叶えられていません。戦後69年、高齢化が進む遺族に時間は残されていません。私たちは北朝鮮に渡り、息子キム・ウォンギョンさんに会うことができました。日朝が歩み寄りを始めている今、父の遺骨に会えない息子キム・ウォンギョンさんは何を思うのか、歴史に置き去りにされた遺族の思いを聞いてきました。これが墓碑がない、まあ、いわば主人がいない墓なので、移転した時の、日本人遺骨があるということで、こちらの方が遺骨の一部なんですけれども、だいたい20センチぐらいの地下、深く、あんまり深くは掘っていません。おととし6月、平壌郊外で日本人の遺骨が見つかりました。戦前、朝鮮半島や満州に渡り、戦後、引き上げる途中に命を落とした日本人の遺骨。その数、2万数千とも言われています。きっかけは、引き上げ者の一人が日本に持ち帰った一枚の名簿でした。ここに流産墓地に2421人の方を埋めて名簿を作った避難民団の人たちがいる。その名簿を親父が預かって、たった一通しかなかったんですからね。でそれが親父の引き上げてきた荷物の中に紛れ込んでいた。この墓地に母と妹を埋葬した女性、墓参を希望していました。
でなんかふってなんか最後になんか息吸うかなんかしてふっと死にますよね。そしたらその頭の白身がゾロゾロゾロとこう出てきて、どっか行っちゃったんで、でそんな母親が死んですぐだっていうのに、あ、冷たく、人間の冷たくなったところには白身も住めないんだわと思ったのが、なんか未だに何であんなこと思ったんだろうと思いますけど。毎日夢見るんですよね。夢の中だとね、みんな生きてるんですよ。そうすると、あ、死んだの夢だったのって言ってるんです、夢の中で。そうすると、そうなのよってみんなが言ってて、目が覚めるとね、あ、そうじゃ、あ、みんな死んじゃってんだと思う。でまたその日の晩になるとね、またあ、みんな生きてたの、あ、死んだの夢だったのっていうのを毎日毎日見るんですよね。とね、もう起きてるうちに夢の方を信じたくなるわけですよ。そして夢だかもう現実だか、こうなんかこんなになっちゃいましてね、なんかしばらくはこう雲の中歩いてるみたいな気分でしたね。今北朝鮮で家族を亡くした遺族らが60数年ぶりに北朝鮮の地に降り立ちます。この後遺骨が見つかった場所を訪れ、念願だった墓参りをする予定です。戦後初めて遺族が墓前で手を合わせた瞬間でした。67年ぶりに遺族が墓参りに訪れました。思えばこの墓前に私たちが立っている今日現在は、皆様とお別れしてから実に67年という長い時間が経っています。この半世紀をはるかに超える長い年月、皆様は祖国を遠く離れた地でさぞ寂しい思いをされていたことと思います。動き出した北朝鮮に眠る日本人遺骨問題。その一方、動くことのできないもう一つの遺骨が日本に眠っています。住職が手にした骨壺、朝鮮半島北部現在の北朝鮮出身者の遺骨です。日本各地にはこのような遺骨が数多く残されています。それじゃあ手合わせてください。はい、どうもありがとう。南無天心菩薩、南無天心菩薩。
こういう状況です。南無阿弥陀、南無観世音菩薩、南無大勢至菩薩、オンナムガイヨジナムアムデラマニワトマニワラト、オンナムガイヨジナムアムデラオンナムガイヨジナムアムデラマニワトマニワラフラパルタイヤフン。戦前、徴兵や徴用で朝鮮半島から多くの人が日本へ渡りました。厚生労働省が保管する軍人軍属名簿には24万人以上、徴用者名簿には10万人以上の朝鮮半島出身者が記載されています。戦地や炭鉱で多くの人が命を落としました。海から突き出た2本の排気塔、ここにはかつて海底炭鉱がありました。1942年2月、水没事故が発生。犠牲者183人、多くが朝鮮半島出身者でした。全聖堂、全聖堂。お父さんの写真です。これはお母さん、これはお父さん。私は今心が悲しいです。お父さんのことを考えたらね、私は胸が痛いです。毎年2月、韓国に住む遺族が海底に残されたままの家族の元を訪れます。アボティー、アボティー、アボティー、どうしみだ。その一方、北朝鮮に住む遺族には死亡通知すらされていません。2004年の日韓首脳会談以降、日本政府は韓国へは遺骨の返還を積極的に進めてきました。しかし北朝鮮へは一人の遺骨も返還していません。東京祐天寺、ここには北朝鮮へ帰れぬ遺骨が425人分納められています。その一人、キム・ジョンピョさん、陸軍の名簿に名前が残されていました。戦前、ジョンピョさんは陸軍に配属。1944年12月31日、現在のインドネシアで亡くなりました。ジョンピョさんの遺族らはこれまで2度来日を試みたことがありました。朝鮮半島出身者の遺骨調査をしている日本の団体が北朝鮮に残る遺族を探し知らせたのです。その時の遺族がジョンピョさんの息子、キム・ウォンギョンさん、同じく父親が眠るキム・ヨンホさんでした。しかし当時の日本政府は外交上の理由で二人の遺族や同行者の入国を拒否しました。人道上何の問題ないのではないかというふうに思いますし、
人権上も問題ないと私はこのように考えています。まあ、そもそも人権上の問題ではないとこのように思います。まあ、むしろ人権人道上の問題を言うのであればそれは北朝鮮側に言っていただきたいなと、こんなふうに思います。キム・ウォンギョンさんとキム・ヨンホさんが不在のまま祐天寺で営まれた追悼会。調査団体が出席するはずだった2人の写真を持って参加しました。入国できなかった遺族から私たちがね、入院してるんですよ、されてるんですよ。あったんがね、これをね、この現実を見せてくださいと遺族からお願いされてるんですよ。だからご遺族にはお店を、だから委任状もらってるんですよ。遺族の気持ちでこれを送ってあげないとダメなんですよ。お気持ちをお察しました。わかりますけどね、ご遺族はやっぱりこれだけのカメラもない、何言ってるんですか。まずいじゃないですか。いや、遺族の関係で覚えてがいったこと、関係で覚え、これはご遺骨は皆さんの、だからこれをきちっと伝える私に義務があるんですよ。本来ならばあなた方がちゃんと遺骨を被害者のところに持っていくべきでしょう。60年間も放置してから何言ってるんですか。金先生、遺族が処するんですか。これが皆さんに垂らすのはよくないじゃん。これを見たくて60年間待ってる方がいてるんですよ。あんたその気持ち分かってるのか。気持ちは分かりますよ。気持ちは分かりますけど、いがー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 、別々に置いたと思う。当時遺族を招こうとした調査団体のメンバー、兵庫県に住む本三人さん、入国拒否が決まった後北朝鮮に住むキム・ヨンホさんを訪ねました。だからもうそれに対してね、本人は別にもう名指しで日本政府がああやこうやとこうそういったことはねほとんど言ってません。ただ悔しいとね、この気持ちわからないのかと、どうしてそこまでするのか、私たちのこの気持ちを知ってくださいと、というのが私が一番印象に残ったことです。キム・ヨンホさんは2010年、父の遺骨に会いたいという願いを果たせぬまま亡くなりました。69年の時の中で遺族の思いは止まったまま。10年前来日できなかったもう一人の遺族、キム・ウォンギョンさんを取材したい。私たちはおととし12月から北朝鮮側と交渉を始めました。
私たちが交渉を始めてから10ヶ月後の去年10月、北朝鮮側から返事が届きました。遺族のキム・ウォンギョンさんが朝日放送の取材に応じるというのです。経由地の北京から北朝鮮へ向かいました。私たちは遺骨問題を進めることが日朝関係改善につながるはずだ、そのためにも北朝鮮の遺族の存在を伝えたいと繰り返し訴えてきました。しかしこの時はまだいつ会えるのか、どこで会えるのかさえ分かっていませんでした。部屋に行って早く降りてください。2階、はい、2階、分かりました。じゃあ、行きますか。もう、はい、じゃあ早く部屋に行って、今来てもらったんです、はい、あ、分かりました。じゃあ部屋行って、 今でいいですか。で、部屋行ってすぐ戻って、すぐ2階に、で、3階、はい、3階、分かりました。じゃあ行きましょうか。ちょっと急いで、はいはい、じゃあ北朝鮮での滞在は6日間、到着後にウォンギョンさんに会えるのは帰国日前日になると聞かされました。これから朝鮮人遺族に会えます。平壌に住むウォンギョンさんに会うための訪朝でしたが、翌日案内されたのは平壌から200キロ以上離れた東部の観光地。3階って言ってましたよね。うん、3階か。しかも別の取材で来ていた日本のメディアが集められていて、団体行動を取ることを求められました。2号室、この後朝鮮人遺族がこちらの会議室に。本当に会えるのか、不安を抱きながら迎えた帰国日前日、平壌市内のホテルへ行くよう求められました。평양시내노인들이그구경할수있는이구경할유의자이뭐아니기때문에매일가서그것도구경도하니까자연히젊음이되살아난다뭐그다른기억은모르겠는데아버지가가면서그무슨무엇이라고말하든그러면서우리어머니가울던그기억만이지금희미하게좀남아있어기억에그때세살때기억에남아있는거는솔직히뭐그어머니가어머니가많이그때광경을계속얘기해줬기때문에그래서내가본거나그때기억한거나똑같은그런감정을가지고있습니다まだやっぱり記憶はありません。しかし、その時がお父さんに会った最後なんですか。그것이아버지와만난마지막이었습니다。그게마지막이었습니다。
ウォンギョンさんの家族は終戦後も帰らぬ父ジョンピョさんを待ち続けました。그래서그정신이좀돌아온상태이기때문에이집저집다니면서아무관계없는집도아무사람보고도아버지이름대면서아버지모르는가또저사람과길가던사람도붙여놓고아버지이름대면서모르는가이렇게하면서정신없이생활했다고目の前に現れたのは写真で見ていた男性キム・ウォンギョンさん。和やかな雰囲気でインタビューが始まりました。今は子供や孫と幸せに過ごしているというウォンギョンさんですが、幼い頃に父親が連れて行かれる光景を忘れたことはないと話し始めました。帰国が少なくて村子のあちこちの家を訪ねて行って、お母さんのお父さんの安否を聞いたり、また通り過ぎる人を捕まって、お父さんも知りませんかと聞きながら、そういう状況で過ごしてたそうです。お母さんはその後と今はどうな、おもにがそう交付を受けてたしめがやんじゃない。けおもにが1984年度へ1984년도에돌아갔는데1984년3월6일날에어머니가돌아가시면서뭐라고유언을남겼는가예아버지가만약에살아서돌아오지못하면예돌아오지못하면유해를찾아서세계다뒤집으려도유해를찾아서꼭자기모에같이죽었으려도같이있게해달라이런유언을남겼습니다. 父親の消息が分からぬまま、73歳で母がこの世を去りました。母の死から20年後の2004年、東京祐天寺に父親の遺骨があるという知らせが届きます。그저한마디로쭉통찰해서이해가하면아버지를죽인원수들을내가꼭갚아야되겠구나원수들빨리아버지를살려서내앞에내세워달라고이렇게요구할그런마음만이그저북받쳐졌다는겁니다그래2004년그12월에일본인그민간단체가그조선인강제인의희생자추모회를한다고하면서그초청을했습니다한번에근데그초청을받고저는어떻게생각했나저를비롯한우리온가족은정말빨리하루라도빨리가서아버지유고를정말내품에안고픈생각이있었단말이에요しかし日本政府が同行者の入国を拒否、ウォンギョンさんらは来日を断念せざるを得ませんでした。제자식이아버지의묘소에가서술한잔붓는것마저허락하지않는이런나라가어디있겠는가率直にその日本人のまあご高齢の方が親の遺骨に会いに今来ているこの実現しているということをどのように感じますか、受け止めますか。これは우리과학정부에서과학정부에서그일본인민들에대한너그러운그런배려라고해서솔직히난생각합니다그런데일본원래그유가적으로서는난어떻게생각하는가일본정부가우리도들어먹게우리도가지못하게할뿐만아니라그런걸허용하지않는데우리가그런혜택을베풀어주는데대해서는정말이게옳은가하는정도를생각해야된단말이에요父
の遺骨に会いたい。オンギョンさんの願いは今も叶えられていません。今年3月、1年7ヶ月ぶりに日朝赤十字会談が再開。続いて政府間協議も始まりました。日本人遺骨問題解決のためです。もうこのチャンスを逃すわけにはいかない。多くが80歳を超える日本人遺族。墓参団長として北朝鮮を訪れた佐藤さんが中心となり、遺族の会を発足しました。今後の活動をただ墓参だけでなくて、じゃあ皆さんそのご遺骨をどうしたいと思いますかというような、例えばアンケートも取ったりとかということもやりたいと思います。だんだん難しくなってくるとですね、遺骨を特定しなくちゃいけないぞっていうような話も出てくるんですが、これはちょっとまあ私ども素人ではちょっと判断つきかねるんですが、日本人遺骨問題を通して日朝が歩み寄ろうとしている現状に拉致被害者家族も期待しています。やっぱりあの それはもう人道問題という意味では同じだから、我々も何でもできることであればお手伝い したいということで言ったわけなんですけど、対立して、いやこっちが先にやるべきでそっちは待ってくださいみたいなことを言うような人がいるのはちょっとおかしいと思いますね。一緒に進めていければなと。それは そうですね。日朝協議が再開した3月、横田さんは北朝鮮に住む孫との初対面を果たしました。これやっぱり知らないんですけど、この方が文章もそれから日本人遺骨問題がきっかけとなり、日朝がゆっくりと動き始めています。自分の記憶はコピー取ってありますから。ああそうですか。一方で日本に眠る北朝鮮遺骨問題はほとんど触れられることはありません。非常にその難しくはございますが、僕は年内にご遺族を招集できると思っておりますし、それも、必ずできると思っております。動くときは動くんですね。だから10年前からその後、まあ例のその制裁、日本政府による制裁ということもありましたし、なかなか動かなかったという意味におきましてはね、まさに今年僕はもうチャンスだと思っておりますね。僕らの取り組み方にかかっていると思います。ここに上の方であったんですけれども、ここに顔を出しました。10年前、祐天寺の遺族キム・ウォンギョンさんを招こうとした東京の調査団体。今年こそウォンギョンさんら遺族を招くと動き出しました。3月18日の芦田フォーラムで講演をいたしました。在日二世のリ・イルマンさん。両国を知る彼は日朝国交回復を心から願っています。非常に朴突なその思いをされたんですが、まあ君は
その親子の情いうのはこれは日本人であれ朝鮮人であれ同じですから、でそういう意味ではその日本人墓地の問題をですね、墓参を聞いた時に心から嬉しく思いながらも胸の中で何か解せない非常に複雑な、気持ちがありましたね。二つの遺骨は全然立場が違うわけですね。でそれでも大事なことは遺骨というこの一点、まさにこの一点で、両民族が、そしてまあ僕らが、まあ、分かり合える、まあ、そういう、まあ、新しい今一つの礎になるんじゃないかと思いましたね。北朝鮮での墓参を果たした佐藤さんも思いは同じです。平壌流山会会長でいらっしゃいます佐藤富也さん、よろしくお願いいたします。我々のメンバーは平均年齢が78歳、80歳以上が半分くらいいました。杖ついてよたよた歩くおばあちゃんもいまして、流山墓地は今ちょっとした丘陵地になっているんですが、そこを必死になって上がる、で朝鮮当局の方々が一生懸命体を押したり手を引っ張ったりしてくださる、そういうようなことをしながら無事に墓参が終わりました。でその16人のメンバーといえども、共和国という国を理解している人、あるいは全然そういう理解もない人、あるいはあそこの国は怖い国だから墓参団なんか行くなと言って足を引っ張られた人もいたそうですが、でもその方々は全員本当に満足をして、これで67年ぶりのお線香を手向けることができたと言って涙を流してみんな喜んで帰国ができました。自分たちの責任でないその遺骨問題を人道上の措置として、慰霊式の中では朝鮮当局の方もハンカチを出して目を拭っておられるんです。そういう国と自分たちの責任でこの地で朝鮮の方々が戦時中あるいは、に強制連行徴用などでおいでになって過酷な労働条件で亡くなった人というのは日本政府の責任です。しかしそれにまともに取り組まる、これを比べると本当に私は日本人として恥ずかしい限りであります。墓参を希望しているキム・ウォンギョンさんの入国をなぜ認めないのか、私たちは外務省に取材を申し込みました。しかしカメラの前での回答は拒否されました。翌日、外務省から届いた1枚のファックス。ビザを発給するか否かは個々の事案ごとにその都度判断することになるため、まだ具体的な申請が行われていない現時点では回答を差し控えさせていただきますと書かれただけの回答でした。僕らも取り上げ、朝鮮近代史に詳しい水野教授、日本政府の対応を
こう分析します。まあ、その遺骨の問題っていうのはですね、まあ、深く考えていくとやはりその、植民支配とか戦争と戦争への動員ですね、というふうな問題につながっていくわけですね。そういうまあ歴史をそのきちんと、現在ですね、今の我々が認識をすると、まあ、そういうことが必要だと思うんですけども、日本政府はそのことについて、まあ、消極的というか曖昧な態度を取り続けているというふうに言わないといけないと思います。いわゆるその細かいとこに。しかしこの問題への取り組みが東アジア全体の平和にまでつながるといいます。それは平壌の近くですね。でそれ以外あの日本側が北朝鮮だけではなくて、あの南北含めて、あるいはまあ中国なども含めて、のことですけれども、今後ですね、その話し合いを進め、その平和な友好関係を築きたいという姿勢を持っているのであればですね、まず日本側ができることをすると、それに取り組むという姿勢を示す必要があるんじゃないかと思いますね。でその一つとして日本に残っている朝鮮人の遺骨ですね、の問題を、まあ、解決する。まあ、それはまあ簡単に、その返してしまうということではだけではなくて、まあその歴史の真相を明らかにするということも含めてですね、その遺骨問題ということをものをですね、解決する、そういう姿勢を示すことが今後のその平和な関係ですね、につながるというふうに思います。日朝の歴史によって引き裂かれたままの北朝鮮の家族、キム・ウォンギョンさん71歳、父の帰りを待ち続け73歳で亡くなった母の年齢に近づき焦りを感じています。그렇게하고아버지유고를빨리돌려줬으면좋겠다는걸이걸강력히요구합니다다같은사람이기때문에서로자기친척들이자기곁에와서같이묘소도만들어놓고그제사도지내고싶은심정은일본사람이나조선사람이나다같다고생각합니다그래서우리는더나이먹기전에하루라도이문제를빨리해결해야될문제라고저는그렇게생각합니다절대로다음세대에이문제를남겨줄문제라고는절대생각하지않습니다長時間ありがとうございました。반갑습니다。이거장시간에많은얘기를했는데그저잘들어준데대해서감사를표시합니다長時間まず長い話をしましたけども皆様が丁寧に聞いてくださったことに対して感謝を申し上げます。この取材を始めるまでは開くことがないと思っていた日朝間の扉。しかし
遺族の思いを受け止めることでこの扉は開くに違いないとウォンギョンさんとの時間を通して感じました。ありがとうございました。じゃあ、アプロと立ち回りの絡みだ。今後また会いましょう。ぜひ会いましょう。僕たちまた来て。また来ます。またおげすみたい。戦後69年、日本と北朝鮮の間では、未だ一人の遺骨も返還されていません。